はい、こんにちは、ピカです。今日ね、パイクスピークに来ています。今日はね、これで何をするかというと、あ、パイクスピーク知ってる？アメリカにあるこういうね、ヒルクライム、全長20キロ、標高差がね、1400m ぐらいあると。頂上はね、もう 4000m 級というね、そんな山を車でね、登っちゃおうっていうね、そんなイベントですね。ここでね、有名なのがグランツーリスモでもおなじみのエスクードですね。パイクスピークエスクード、モンスター田島さんがね、操っていたということで有名なマシンです。今日はね、そこで何をするかというと、あ、その前にちょっと待って。そう、ここね、昔はダートだったんだけど、今はね、全面舗装されています。はい、全面舗装された道路を、今日はね、もうサムネで分かってるよね、こちらの車、なんとね、異世界からね、セナを召喚してきました。はい、セナを召喚してきて、ここをね、走っていただこうと違う、俺が操るんだからセナではない。 F1 マシンがね、どんな走りをするのか注目ですね。そしてエスクードとね、戦うというのをやっていきたいと思います。それではやっていきます。はい、まずはね、ちょっと F1 マシンで軽く走っていこう。セナの MP46 かな、これ。気持ちいい。いやー、すごいな。ちょっと路面がね、悪いんだよね。跳ねたりいろいろする。でもね、 F1 マシンって何気に跳ねてもダウンフォースがあるから、めちゃくちゃ。おお、怖。結構ね、大丈夫、跳ねるような路面でも。あーじゃあ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 すげえ、やばやばいね。おお、やばい、めちゃくちゃ難しい。ここやば、あはい、そんな感じの難しいとこできるかな。ちょっとね、今日は二軸のモーションシミが動いてるけど、まあ気にしないでください。これね、あるとちょっとリアの挙動がね、掴みやすくて運転しやすいんで、今日はね、ちょっと二軸動かしてみます。画面には映ってないけど、アクセス性のね、二軸シム6軸にまでか、アップデートできて、まもなくね、8軸のアップデートキットが出るみたい。知らん、まだ聞いてないけど、ホームページで見たら予告されてた、なのでちょっとチェックしてみてください。はい、ということで、もう早速エスクードと戦っていこう。20キロあるからね、なんといってもね、長丁場どっちが勝つか興味津々。さあ、それではね、エスクードやっていこう、走っていこうではないか。いろんなね、ちょっと条件があって、元の条件とかね、いろいろ難しいことがたくさんあるけど、やっていこう。まずはちょっとね、先に行かせてもらいます。こういう、まあシムでしかできないことを実験してやるっていうね。パイクスピーク実際走れないじゃん。まあ、同じぐらいだよね、馬力で、1000馬力、向こうはね。車重も同じぐらいか、ちょっと向こうが重いか。まあ、でも、こういう平坦な道では、F1 がリードするよね、そりゃそうだよね。めちゃくちゃ難しいのと難しいって。反則ホールドで、
難しい。ちょっとね、もう無言になっちゃう、無言になっちゃう。インプレッションとかいろいろ言いたいことがたくさんあるけどね、ちょっとなんか難しいんだ、いろ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 あって難しい。早い、この辺からこう跳ねる。速おお跳ねる、底突きしちゃうんだよな、不安。尺を上げてんだけどさ、なかなか難しい。この辺から路面がね、そして向こうのね、でかいウィングの理由があって、やっぱパイクスピークはね、標高が 4000m ぐらいになると地上の空気の3分の2ぐらいになるの。そうするとやっぱダウンフォースも落っこっちゃうんで、あとエンジンパワーも出ない。なのでウィングがね、大きくする必要があるとかね、そういうこともありますね。そんなことをね、解説しながら登れるような状況ではない。さあ行け、うおーすごい、4速入っちゃう。あー待って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 、頑張れ頑張れそしていろんなね、元の問題というか元との組み合わせの問題があってAI がコースミスするっていう、いろいろなねAI ですら危ねえ、俺もだよAI ですら難しいというね、コースなんだよね、これ。おお、いやいや、ちょっとゆっくりに見えても本当にギリギリなんだよこれ頑張ろう、お互い頑張ろう、お互い頑張ろう、頑張って登りきろう、一緒に。いや、加速が本当に F1 と対決できる車って本当に少ないと思うけど。S クルードはね、もうこれほぼ F1 やろみたいな、ヒルクライムの F1 だよねこれ。まあ、だからこの、舗装されてなかった時代の、もう本当に F1 だよね。どこ行くどこ行く、あ、そっちか道に迷うというね。田島さんに引っ張ってもらおう。田島さんじゃねえけど持ってんの AI、 AI。 よいしょ、もう難しい。向こうのね、ターボがちょっとね、もうドッカンターボみたいな感じで、結構ね、パワーバンドはまあまあF1 よりは狭い感じがするんだよな、パワーバンドは。さあ、だいぶね、山の走行誘致にだいぶ中間地点ぐらいだね。おー、危ない危ない危ないっす危ないっす、ちょっと危ないっす。いや、もうこっからやばいよいや、大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫ですか、そんなスピードでいって、俺もお前も大丈夫か
ーすごい行くなここから。あーそうだよねそうだよねそうだよね、そこゆっくりなんだよね。引っ張ってもらおう引っ張ってもらおう。セナもびっくりだよ。おお、リアが流れる。よし。不安の全開加速だね。そんなとこ、ちょっとここもね、ヘアピンで跳ねるんだわ。スピードが遅くなるとどうしてもやっぱり。四駆の立ち上がり、こっち肉だから。うわー空に向かって踏んでいく。さあ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 行くぞ。ちょっとトルクバンド入ってないね。行こうねこっち。ちょっと待ってちょっと待って、もう争うというよりは。やばいってやばいってやばいって、曲がりきれないって。これいろいろなことがある。うわーこれ怖いよ。右側崖よ。大丈夫か大丈夫か大丈夫か。おお大丈夫か。それその先ヘアピンやろ。めちゃくちゃブレーキ効くなお前。すげえな君、すげえな君の車。さあだいぶ上がってきて最終ゴール間近になってきてました。ここからね、もう左の上の方ね。怖い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 、やばいやばいやばい。あの頂の上ぐらいが、ここもやばいんだね。ここ左落ちたらやばいから。ほらすげえスピード、危ねえ怖え怖え、ヒヤッとするわ。さあ、あの山の上でね、正面に見えるあれがゴール。この山気持ちいいね。あ、ここの左側もやばいね。あーちょっと待って、あーごめんなさいごめんなさい。危ねえ。谷底に一直線だった今。中間ぐらいのこういうコーナーは早いな。やっぱいいぞ。なにこれやばくない。
り切れるかこれ。回り切れる。さあゴール間近。これと思ったらゴールか。もうちょっと先か。まだまだ。はいゴールーということでゴールしましたよ。わかりますよ。わかります。皆さんのおっしゃりたいことは、なぜお前ゴールしたんだとおっしゃりたいですよね。なぜお前途中で落ちないんだと、ここまで引っ張って落ちないのかと。でもさすがにこの2台はこっから飛ばすわけにはいかないでしょ皆さんね。これもう批判がすごくね、この2台もうレジェンドじゃないですかやっぱりね。我々にとってこれはさすがにね、天国へね続く道とも言われるこのパイクスピーク、やっぱり2台ねゴールさせなきゃいけないというような思いがありましたということで、前回飛ばしてるんだ俺、ね、飛んだ映像こちらでご覧ください。行くぞ。それではピット行ってきまーす。はい、ということで、またね、こういうのやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。結構大変。10回ぐらいやり直したんだよ、これ。ゴールしなくて、リタイアして前の車が。